ても足をかけた方がいいと思います。まあ、足を使いました。大きい子、あ、さあ頑張れ頑張れ、あ、潰されてしまいました。今日はここ北広島総合体育館で第27回インドア子ども相撲大会が開催されます。市内小学校の1年生から6年生まで約60名ほどが参加しました。総合優勝の学校に贈られる優勝カップですね。まあ、その他団体戦、個人戦の優秀選手に贈られるメダルもあります。さあどの学校、どの選手に贈られることになるんでしょうか。楽しみですね。まずは団体戦ですね。女子ですよ。立ち合いがうまくいきましたでしょうか。さあ押し込まれました。あ、はいはい、もっと押してください。あ、力が入りますね。女子の相撲ですけれども、1年生から3年生までは男女一緒に行います。可愛らしいですね。この大会を通してお子さんにはどんな子供になってほしいって思います？あ、そうですね、勝ち負けのある競技の中でやっぱりちょっとダメだったんですけど、悔しいっていう気持ちを糧にちょっと大きく成長できたらなと思ってます。今日は回し姿ですか。ずいぶんかっこいいですね。 ありがとうございます。東くんはいつから相撲をやってるんですか。小学2年生から始めてます。今は中学校の3年生です。3年生ですね。はい。中学校の中大連での成績などはいかがでしたか。全道大会で優勝してます。まあ、高校生になって相撲もやられて、その後はどのように考えてますか。まずは高校生で全道優勝したいと思います。その後も相撲いろんな展開で続けていただきたいなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。子ども相撲大会に協力されております北広島市相撲同志会の会長にお話を伺いたいと思いますけれども、この相撲大会というのはどのような目的で行われているんでしょうか。ですね、週休2日制に28年前になったんですよ。それで何もただテレビゲームやって終わっちゃうっつって、この主催して始めたんです。で、子どもたちの当時は町でしたから、町内の交流を深めようと思ってやったんです。我々子供の時はね、遊びったら相撲しかなかったわけですから、だからそこに自然で覚えたんですけど、今の子たち、まあ、テレビね3時からやってるけど、年寄りでいる家庭ではね、一緒におじいちゃんおばあちゃんと見るだろうけど、あと相撲に関わらないんだね、親も若いし。それが時代の流れじゃないですかね。若い人たちがこれを継承していくということだと嬉しいですね。ですから8年後プロに行くか市に戻ってくるかがこれ賭けなんです。今いい選手が出てきます。期待しております。さあ、重たいんでしょうかね、なかなか。あ、倒せません。おお、まず首に手をかけてます。個人戦2年生の部で優勝した五十嵐君にインタビューいたします。優勝おめでとうございます。気分はいかがですか。嬉しい気分です。得意の技とかありますか。特にありません。押し出し強かったんじゃないですか。はい。これからまた来年も頑張りたいですか。はい。さあ、回しを使う、あ、くるくる回ってますけれども、さあどちらに力具合は。2年生の女の子、西の里小学校の3人に来ていただきました。大会に出た感想いかがですか。すごく楽しかったし、はい、負けたけどなんかすごい嬉しい気持ちになっちゃう大会でした。楽しかったし3位になれたので嬉しかったです。みんな強くて楽しかった。この大会に出るにあたって何か変化とかありましたか。特段変化っていうものは特には感じはしないんですけれど、普段からどんなことでも一生懸命やる子たちなので、きっと、まあ、楽しみながら頑張ってくれるだろうなと思ったらいっぱい頑張ってくれました。じゃあ来年は何位を目指しますか。やっぱり2位とか1位。そうだね、はい、2位とか1位ね、頑張ってください。勝って嬉しい、負けて悔しい、でも
一番大事なのは相撲を通していろいろな子どもたちと交流ができたこと。みんな力いっぱいの大熱戦を見せてくれましたよ。どっちも頑張れ。